こんにちは、歌のよしこです。歩行散歩始まりました。今日はヘルシンキから飛び出しましてポルボーという町にやってきました。ポルボーというこの町ですね、ヘルシンキからだいたい車で1時間ぐらいで来ることのできる小さな町です。旧市街が特に人気がありますかね。地元のフィンランドの人たちにも人気の場所ですので、ちょっと歩いてみたいと思います。もし次のバスがいっぱいだったら、その次のバスで行きます。こういうの嫌な人は事前にネットとかでも予約もできます。勉強になる。ポルボーといえば、ポルボー川沿いに広がる木造建築の景色が有名です。この川による交易で栄えた町は、スウェーデン、デンマークの海賊、ロシアと周辺国による歴史劇の舞台になってきました。私が歩いたこの橋、バンハシルタは、14世紀には関所があった場所なんですって。スウェーデン国王が丘の上の教会を訪れる時には、ここを通ったそうです。ここでは語りきれませんが、歴史散策のお散歩もすごく楽しいですよ。着きましたね、ポルボー大聖堂。14世紀初めに建てられたこの大聖堂は、旧市街のおへそ的存在です。観光名所でありながら、町の人々の日常の信仰の場所。この日も結婚式の準備中でした。こんな晴れた日にここで挙式、素敵ですね。この日はよく晴れた土曜日。地元の人々や国内旅行中らしき人々で、ポルボーの街は夏らしいにぎわいを見せていました。旧市街の中でもこの広場の周辺は小さなお店やカフェが多く集まっています。ブラブラするにはぴったりです。暑いですし、ビール。あ、本当だ。ハッピーの人が颯爽と走り抜けてきましたけど、なんだった。素敵ですね、なんか。この日はすごく暑かったのですが、それを吹き飛ばす美味しいものにこの後ありつくことができました。そのお話はまた次回に。